このストレッチを毎日続けることで、私のように必ず股関節を柔らかくすることができます。継続は力なり。今日もストレッチ頑張っていきましょう。まず仰向けになり、手を上に伸ばして毛伸びの姿勢になります。腰が反らないように注意してください。まずは毛伸びの姿勢で体をリセットしていきます。背中は床につけて、肋骨を引き上げるように肩甲骨から動かしてください。呼吸を止めないで力を抜いて行ってください。次はそのまま両足を抱えます。抱え込むのが辛い人は楽な姿勢でお腹の力を抜くように行ってください。この姿勢でも体をリセットしていきます。肩に力を入れないでリラックスした体勢で抱え込んでください。呼吸を止めないで力を抜いてリラックスしてください。次は右の外くるぶしを左ももの上に乗せて、両手で左ももを引き寄せます。引き寄せるのが難しい場合は、お尻を床につけたまま左右に揺らしてください。このストレッチをすることで、お尻周りの筋肉を緩めることができます。左右に揺らしながら行うことで、お尻中心に股関節周りのいろんな部分が伸びているのを感じてください。肩に力を入れないでリラックスしてください。反対側も行っていきます。引き寄せるのが難しい場合は、お尻を床につけたまま左右に揺らしてください。このストレッチをすることで、お尻周りの筋肉を緩めることができます。左右に揺らしながら行うことで、お尻中心に股関節周りのいろんな部分が伸びているのを感じてください。肩に力を入れないでリラックスしてください。次は膝を立てた状態で、足を大きく開き、片方ずつ膝を内側にパタパタと倒していきます。膝は床につかなくても大丈夫です。倒せるところまで倒してください。内側に膝を倒すことで、太ももの前側が伸び、股関節まで柔らかくなります。しっかり膝を曲げて、お尻が浮かないように意識してください。上半身はリラックスした状態で行ってください。次は足の裏同士を合わせて、膝を外側に倒します。その状態で足の裏同士を押し付けるように力を入れて、抜いてを繰り返していきます。無理に行おうとせず、楽な姿勢で行ってください。力を入れて抜くを繰り返すことで、股関節の内在筋に刺激が入り、股関節周りが緩みやすくなります。足の裏同士をしっかり合わせて行ってください。呼吸を止めないで力を抜いて行ってください。次は両膝を立てて、膝同士がくっついた状態で、膝をパタパタと左右に倒していきます。倒しづらい方は、肩が浮いてしまっても大丈夫です。上半身を固定することで、腰や体側を伸ばすストレッチです。膝同士はしっかりくっつけながら、肩が床から離れないように意識してください。肩に力を入れないで、呼吸を止めないでください。次は右足のくるぶしを左側の床につけるイメージで、足を倒します。そのまま手を横に広げて、顔は右を向きます。体勢が辛い方は、痛気持ちいいなと感じるところで行ってください。上半身をしっかり固定することで、効果を高めることができます。体をねじることを意識してください。
呼吸を止めないで、痛気持ちいいと思うところでキープしてください。次は左足のくるぶしを右側の床につけるイメージで足を倒します。そのまま手を横に広げて顔は左を向きます。体勢が辛い方は痛気持ちいいなと感じるところで行ってください。上半身をしっかり固定することで効果を高めることができます。体をねじることを意識してください。呼吸を止めないで、痛気持ちいいと思うところでキープしてください。次は左足は伸ばした状態で抱えた右膝を内側に回していきます。自分のペースでゆっくり行ってください。股関節の可動域を広げるストレッチです。ゆっくり大きく膝で円を描くように行ってください。呼吸を止めないで、痛気持ちいい範囲で行ってください。次は外側に回していきます。自分のペースでゆっくり行ってください。股関節の可動域を広げるストレッチです。ゆっくり大きく膝で円を描くように行ってください。呼吸を止めないで、痛気持ちいい範囲で行ってください。次は反対側も行っていきます。左足を抱え、右足は伸ばした状態で抱えた左膝を内側に回していきます。自分のペースでゆっくり行ってください。股関節の可動域を広げるストレッチです。ゆっくり大きく膝で円を描くように行ってください。呼吸を止めないで、痛気持ちいい範囲で行ってください。次は外側に回します。自分のペースでゆっくり行ってください。股関節の可動域を広げるストレッチです。ゆっくり大きく膝で円を描くように行ってください。呼吸を止めないで、痛気持ちいい範囲で行ってください。膝立ちになり、右足を前に伸ばします。伸ばしている方の膝の横に手をついて、もも裏を伸ばしていきます。手が床につかない人は、伸ばしている膝の上に手を置いてください。腸腰筋、もも裏を伸ばすストレッチです。伸ばしている方の足をフレックスにしてください。リラックスしながら呼吸を止めないでください。反対も行っていきます。膝立ちになり、左足を前に伸ばします。伸ばしている方の膝の横に手をついて、もも裏を伸ばしていきます。手が床につかない人は、伸ばしている膝の上に手を置いてください。腸腰筋、もも裏を伸ばすストレッチです。伸ばしている方の足をフレックスにしてください。リラックスしながら呼吸を止めないでください。お疲れ様でした。ストレッチ前に比べて体の変化は感じられてますか？毎日続けることで必ず柔らかくなってきますので、継続していってくださいね。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまたねー。